板光中学校は学校の校訓である自立・共生の理念のもと、1. 自ら考え判断し行動できるようになるためのもの、 2. 多様性を尊重し時代の変化と常に向き合える心と柔軟性を育成できるもの。生徒会はこの考えのもと学校の決まり改正に動き始めました。特別対談、校長先生と生徒会長の対談。校長先生と生徒会長によるこれからの板光中学校をテーマに対談が行われました。まだこれからもどんどん駅伝についてというか、まあ、全体のことですけど、ことはまだ取り組んでいかないといけないなと思ってますし、対談の様子も生徒会新聞にまとめ全校生徒へ発信、積極的な活動を行っています。生徒会定例会、学校の決まり改正案に向けて、この日は髪型やベルトなどについて生徒会で調査・検討などを行いました。学校の決まり検討プロジェクト、教職員・生徒・生徒会執行部のメンバーで委員会を構成された学校の決まり検討プロジェクト、より良い板光中学校の創造に向けた生徒ファーストの学校の決まりを構築することを目的に作られました。この日は検討プロジェクト委員会の教職員と生徒会執行部による検討が行われました。11月1日生徒代表総会、学校の決まり改正案が提案され、これからいよいよ改正へ向けての取り組みが大詰めになってきます。学校の決まり改正案っていうのは本当に胸を張ることのできるものになったかなと思ってます。社会から見ても明らかにおかしい学校のルール、学校だけのルールにもうみんなが気づき始めているんですね。学校の決まり見直し案が決定し、校長先生に手渡されました。結果、改正前の学校の決まりと比べると大部分において改正されました。生徒会と教職員は時には意見が一致しないこともありましたが、互いにより良いものとするよう議論してきました。改正後の生徒・保護者向けアンケートでも高い評価を受けています。次年度も引き続きより良いものにしていくよう、生徒会と教職員は共に取り組みを進めていきます。1個前の校則ではやっぱりそのなんかちょっと堅苦しいというか、そういうのがあったけれど、それぞれが全員同じ服を着て全員同じような格好でするんじゃなくて、自分のしたいやり方とか色とかはまあ少しは緩和されたので、その分多様化という意味では進んだと僕の中では思ってて、やっぱり雰囲気的にはちょっとまあ昔前よりか明るくなったり、でまあ校則だからねとかそういうのは少しはなくなったと思います。眉毛とか髪型と靴下の色とかなどはやっぱり結構その僕たちこだわってやってきて、結果的にやっぱり靴下の色っていうのは変わったから本当に嬉しかったし、眉毛に関しては まだ少し足りないところはありますが、髪型に関しては十分に緩和されたかなっていうのはあると思います。変わっても少ししか変わんないだろうなっていうのはあったんですけど、ここまで変わったっていうのはちょっと、姉もこの板光中学校で一応卒業した時とは違って、一応校則の髪を見せたら、こんなに変わったのみたいな感じで、結構驚かれてたので、僕も驚いてます。なんか生徒会 VS 先生みたいな感じのところもちょっとあったので、そこはちょっと苦労というか、苦しかったなっていうのを少しは感じてます。いざ改正してみると、やっぱりその分その生活も広がったし、髪型とかも十分に緩和されたので、やっぱりその辺では本当に嬉しいって思ってます。継続していく予定です。この3月の下旬の方にアンケートを実施して、その結果をもとに6月にある生徒総会にもしっかりその手を加えていきたいなっていうのはあります。先輩方、僕たちはこれからもどんどんいい方向に校則を改正できるように頑張っていきます。これからの
校則の改正にあたっては一気に変えるということはやはり難しいことが今回分かりました。そのため一台一台少しずつ積み重ねで良い校則になっていけるように努力していきます。生徒が自分たちで作り上げた決まりを自分たちで進んで守っていけるよう見守っていきたいと考えております。